ネイリスト協会での東京でのイベントはもう24年前からやってます。そして、ここのこの大阪大会だけでやるようになったのは14年目です。ですから14回目の今日はコンテストになります。山崎貴子、松成千秋、梶次郎、選手の方が800名、それにモデルを合わせますと合計で1600名の競技者とモデルの方が参加していただいています。競技はたくさんありますけれども、ベースになっているのはネイルケアと、それからスカルプチャーネイルと、それからネイルアートという3種類のカテゴリーがベースになっています。私たち審査するときにはスカルプチャーネイルのまずフォルム、形が美しいかどうか、それから自然な薄さになっているかどうか、ナチュラルネイルと同じような薄いものかどうか、そういったことを審査します。そのテーマに沿ったもので一番のポイントがネイルアートになります。それがコーディネートされているかどうかということを審査します。考え出したのは2ヶ月ぐらい前ですけど、実際作業にかかったのは2週間、2、3週間前です。あとサイドしっかりちょっと入れてもらって。
2007年、一昨年の規模は1600億円でした。そして2008年については2000億円に迫るものだというふうに考えられています。